はい、エミさんこんにちは貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤亮太です今回はですね前回までに極楽鳥2020年のパプアニューギニアから発行されております極楽鳥金貨のマットの1オンス銀貨のマットの1オンスそして金貨のプルーフの1オンス このつつについててはご紹介ししきました今回は4種類目です、銀貨のプルーフ1オ音数、これについてご紹介するとともに、実際にオリジナルの1894年に作られました、当時のドイツ領ですね、であったニューギニアの銀貨と比較をしてご紹介したいと思います。まずはこちらが 2020年に発行されましたというか、まあ、今、まだ鑑定はね、全部終わってないかもしれませんが、まあ、2021年中にはすべて発売されると思います、プルーフの銀貨になりますね。非常に美しい極楽鳥ね、肖像を持ってないにもかかわらず、人気があるっていうのは非常によくわかるような気がします。そして、こちらね。 2020年のものはパプアニューギニア10キラというふうに書いてありますね。こちら、銀貨の1オンスプルーフは400枚発行されておりますので、あのヤフーオークションなんかでもね、大量に出品されたこともありましたけども、まああの、なかなかいいお値段がついているという状況にはなっておりますね。はい。で、私のコレクションですけども、 1894年、オリジナルの銀貨。こちらもご紹介したいと思います。これがオリジナルの銀貨ですね。当時の美しさ、輝きはまだ残していると思います。これで MS63 になりますけどね。で、えー、裏面は、まあ当時、ドイツ領ということもありましてね。5、マルク。 1894年、ちょっと見にくいかもしれませんが、えー、と、記載がされておりますね。さて、これだけでおしまいにしてはもったいないので、じゃあ、これ、両方見たときに、完璧に再現がされているのかどうかということなんですけど、あのよーく見るとですね、これ、あの全く同じではないですね、何が違うかというと、こちらの新しい方の復刻版は、 周りの周辺にあるあの丸の、ね、点々ですけども、丸の囲み枠、これが少し外よりも内側にありますよね。でそれに対して、えーまあ、いわゆる本物といいますか、実際のものは内側ではなくて外側にあるというのが分かると思います。まずそれが大きく違うところですね。でもう一個大きな違いがありますね。あのこちら、新しいバージョン、復刻版。 極楽鳥のこの毛の部分といいますか、羽の部分といいますか、これ非常に太く書いてありますけれども、オリジナルの方は線が細いというところが大きな違いかなというふうに思います。それ以外は非常に復刻版ももうほぼオリジナルと言っていいような図になっておりますので、ほとんど変わらないとは思いますが、 大きく分けるとその2つの点が違う点なのかなというふうに感じますねこれで2020年のバージョンに関しましては4種類目ご紹介いたしましたが1 8 9 0年の本物もぜひご覧いただきたいと思いましたので今回は両方を比較しながらご紹介いたしました実はこのパプアニューギニアの極楽町のコインはまだあるんですよね届いたらまたお知らせしようと思っておりますけども まだまだ届く予定になっておりますので、ぜひ全種類、まあ、全種類はちょっと無理かな、あの金の 1kg というのも多分出ると思いますから、そちらはお見せはできないかもしれませんが、まあ、できる限りね、揃えたものはご紹介しながら、コインをね、見ながら楽しんでいただければと思っております。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お楽しみにしてください。